はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで豊さんからご依頼です。はい、クラウンロイヤルですね。また、豊さんボックスの方に、ね、開封を入れておきます。よいしょ。あっちゅう間に2ケース分売れちゃいました。はい、すぐ早かったっす。はい、こんな感じです。ちょっとね、ダイカットが多いので、ちょっと寝かし系で、はい、いきます。イングラム、ポール・ジョージ、ブレイク・グリフィン、で、カリーですね。トロントがいないか。で、ここが大体ジャージです。ひっくり返ってるか。これなんだこれ。いろんなダイカットのジャージがありますね。カイリー・アービングですね。で、この下がサインです。ちょっとサイン名前分かっちゃうんですけど。はい。ああ、かっこいいね。クルセイドのジャージ版みたいな感じ。うん。かっこいいね。ほう。はい。かっこいいですね。あ、オビドッピンだ。はい。あ、その下にあの、これ、かっこいいんですよ。ドノバン・ミッチェルだ。ちょっと待って。あ、金だ！オビトッピン 6-10。 おー！あ、金かっけえ！ブラックゴールドになってる。おー！かっこいいっすね。うん。いや、店長はね、クラウン・ロイヤルの、めちゃくちゃ好きです。クラウンロイヤルファン歴25年です。はい。初めて買った1995年のアメフトのクラウンロイヤル。めっちゃ好きでしたよ。めっちゃ売れ残ってたんですけどね。あの、ダイカットがなんかスリーブ入れづらいみたいな。好き嫌いが激しいブランドでしたから。店長はめちゃくちゃ好きでしたよ。うん。はい。金来ました。おめでとうございます。で、ドノバン・ミッチェルのこれね、かっこいいんですよ。で、最後は誰だ？ブリッジスですね。マイルズの方ですね。41-49。これ、2-99です。めっちゃかっこいいっすよ、これ。ねえ。はい、ということで、なかなかな感じです。まあこういう色ね、いろんなインサートがこだわりが感じられるプロダクトですね。よいしょ。あ、そっか。ポーカーね、先にやっときます。はい。リフレッシュして、で、父さんね、リフレッシュして。で、3回いきます。ワン、ツー、スリー。ああ。オビトッピン、マグホに入れたかったな。ね、ノーハンドっす。はい。一応店長目。ワン、ツー、スリー。はい。11のワンペアね。はい。ってことでね、オビトッピンはあの、ね、よいしょ。豊さん、ご自身で黒マグホに入れてください。めっちゃかっこいいと思いますよ。はい、まあカイリー・アービングのこのジャージもかっこいいですね。よく白星をこうね、綺麗に使ってるなって思います。はい、はい、ということでオビトッピンとドノバン・ミッチェル、オビトッピンが10シリですね。これかっこいいっすね。こういう時計出ないかな。ねえ、ほんとドノバン・ミッチェルモデルとかね、うん、いいと思いますけどね、はあ、自分プロデューサーだったら全然そういうのやりますよね。ね、カルティエとかと組んでね、うん、いいと思いますけどね。あのメジャーリーグの時も言ったんですよ、トップスさんに、バレンティーノと組んじゃえ。ね、
イヴ・サンローランとか組んじゃえばいいんじゃないの。ねえ、ほんと。はい。ってことで、ね、またよろしくお願いします。ありがとうございました。